ケンちゃん、見て見て。ほら、あれあれ。かわいそう？そんな風に見えるの、ケンちゃんぐらいだと思う。てるてる坊主は、明日天気にしておくれっておまじないするために吊るすんだよ。ちょっと、そこまで言ったら気になるでしょ？どうして？なんだか涼しいね、今日。あ、そっか。ホタルの制服、まだ完全に乾ききってないから、だから涼しく感じるんだ。でも、それって、ケンちゃん。やだよ、恥ずかしいもん。桜峰に着いたら、電車乗らなきゃいけないんだよ。男物のジャージなんか着てたら、変な目で見られちゃうよ。ひょっとして、心配してくれてるのかな？
珍しい。ケンちゃん、今日はやけに素直だね。うん、素直じゃない。ケンちゃんって天の尺だもん。ケンちゃんのこと見てたの。コーナーキックの練習、一人でやってたでしょ？蛍、ずっと校庭の隅っこで見てたんだよ。そしたら、急に雨が降ってきて。だけど、ケンちゃんやめようとしないし、最初は雨が降ってるのに気づいてないんじゃないかって、本気でそう思っちゃった。でも、違うんだよね。ケンちゃんはただ、ボールが蹴りたかっただけなんだ。ずっと、蹴っていたかったんだ。わざわざ学校まで来たのも、サッカーがしたかったからでしょ？だから、ケンちゃんを見てたんだってば。だって、一緒が良かったんだもん。ホタルは、ケンちゃんと同じことを感じたかった。だけど、ホタルは、ケンちゃんみたいにうまくボールを蹴ることはできないから、せめて雨を、ケンちゃんが浴びてるのと、同じ雨を感じてみたかったんだ。あれ？もしかして、照れてる？照れてなんかいないよ。ちゃんって本当に可愛いね。ホタルはね、ケンちゃんのことなら。いいよ、そんなの簡単だもん。わかった。キスとかしたいなーってそう思ったでしょ。そういう衝動が大きくなるんだって。知ってた？つまり狼男の伝説もあながち間違いじゃないってこと。
じゃあちょっとだけ。ケンちゃんのうち行くの久しぶりだね。そういえば元気にしてる？トモヤ。トモヤって叫んでる声が聞こえたからさ、誰かと思ったら。なんだそういうことね。はあ、今日はちょっと用事があってな、休みもらったんだよ。店長嫌な顔してた。それより稲健、お前の方こそ珍しいじゃん、タルタル連れてくるなんて。何年ぶりだっけ？そうだっけ？なんだ、てっきり別れたのかと思ってたのに。密かに狙ってたのにな、タルタルのこと。相変わらず嘘が下手ですね。嘘なもんか、本気だよ本気。タルタルってなんていうか、そのほら、やっぱり下手じゃないですか。ねえ、しんくん。ん？ともやって、いくつなんですか？さあ、6ヶ月くらいじゃないの？こいつ、野良犬だったんだよ。海岸で拾ってきた。へえ、そうだったんだ。俺が家を出て行くあてもなくて、ふらふらと海岸を歩いてた。同じように疲れ果てた犬が向こうからヘロヘロと歩いてきてさ、同病愛哀れむってやつかな。不思議なくらいすぐに意気投合したんだ。もちろん俺が俺の友達にトモヤって名前の完全無欠のバカがいるんだけど、似てるんだこれがまた。そう、この犬もなんかバカっぽく見えるだろ。まあ実際バカなんだけどな。そうかな、ホタルには賢そうに見えるけど。
トウヤお手な、バカだろ。それは教えてないからでしょ。ちゃんと教えたよ、昨日の夜。昨日の夜教えて今日できるわけないじゃないですか。それは違うよ、タルタ。昨日の夜教えたのにもかかわらず今日できなかったんだ。何ヶ月も前に教えたのなら忘れちゃってもしょうがないけど。そういえばタルタル、この前ごめんな、行けなくて。え、何のことですか。コンクールだよ、コンクール。一次予選6月にあったんだろ。あ、はい、ありましたけど。でもそんなの謝るようなことじゃないですよ。だけどあの時必ず応援に行くって約束したからさ。あ、ちゃんと覚えてたんだ。てっきり社交辞令かと思ってたのに。うわっ、ひどいな。自分で言うのもなんだけど、俺ってそういうとこ結構律儀だったりするんだぞ。何ヶ月も前の約束だって絶対忘れたりしないし。